今回ですね、配信をしなきゃいけない理由としてなんですけども、現在ですね、プレイアブルキャラクターかなり解放されてまして、まあ、それに伴って録画も進んでるんですけれども、多分、どこだっけ、今彫刻家までは動画撮ってるんですよね。で、彫刻家行って、で、録画の方はウィザードナイト職人、ブラッドメイジまで録画が終了しております。ただ、見てもらうとわかるんですけど、一人解放されてない。なんかすごい、なんだろうな、急にタイムトラブルされた若者みたいな感じのね、すっごい童顔で目がキラキラしたヒゲ生えた親父がいるんですよ。右手になんかね、花なんか持っちゃって。こいつがまーたクソなんですよ。前回配信にやったこのハゲチクビモヒカン、通称ハゲチクビなんですけども、通称でもない、ハゲモヒなんですけれども、こいつをはるかに凌駕するとんでもないクズっぷりを発揮してくれてるんですよね、この電動士。まあ、電動するやつにろくなやつはいねえってことですな。はい。で、まあそんでね、今、ここで止まって、撮影が次、商人と妖術者やって、こいつをクリアしないと最後の学者が開けないっていうところまで来てるので、なんとかこの配信でこいつをなんとかクリアしていきたいと思います。で、またですね、まあこのブラッドメイジを解放してから攻略が非常に楽になってまして、こいつだけでなんか6周ぐらいしてんのかな、動画外でやってまして、おかげさまで装飾品とかもかなり手に入っております。なのでドロップ済みが結構多いので、まあ、ここら辺も使いながらやっていきたいと思うんですが、ここで、この電動士のクソっぷりが発揮される瞬間をご覧ください。バン！装飾品スロットを使用できません。しかりということでね。しかりじゃないですよ。この感じなんかよくわかんないですけど。って感じなんですよ。まあ、何が問題かというと、まずこの電動士の効果なんですが、独特の腕、普通の仲間を1人獲得するという一見するとすごい強そうな効果なんですよね。まあ、基本的に仲間が死んでしまった時に全部ダメージを負うのが自分なので、そのタンク役としても仲間っていうのは非常に優秀なわけなんですけれども、その前にそれを発動するために1のピン揃う3つ揃えてこいとふざけんなと、でかつ HP が21、ふざけんなと、死ぬわで、アイテムスロットが使えないし、どうしろってんだよって感じなんですよね。で、こいつに関しては一説によるとね、ハードモード、極限モードにおいて進化を発揮する男ということで有名な話があるんですけれども、ハードにするとまず一つ解放、極限にすると三つ解放っていう感じらしくて、本当にこいつは装飾品に頼らないと生きていけないっていうクソっぷり。さすが電動士ですよね。まあ、電動士って他の人に頼らないと生きていけないような人間なんですから。まあ、ちょっと文句言ってもしゃあないんで始めていきたいと思うんですけど、じゃあ逆にね、何を使ったらこの電動士がいいのかなっていうところを最初に説明しておくと、このね、まず電動士のピンゾロを揃えるっていう観点から見ると、装飾品的に言うとそういうのがあるんですよね。1、3つっていうのが、アイテムがあるんですよ。どっか、レアじゃない方にあったはずなんですよ。なんかこんなに、アイテム見づれんだ、これ。まあ、こんな感じでね、精錬の下みたいな効果でなんか1,2,3が手に入るようなやつもあったりとかするんですけど、それをつけたりとか。で、一番大事なアイテムがこの愛の瓶。敵は常に仲間を優先的に攻撃する。まあ、つまり自分の効果で最もいいシナジーを持ってるのがこのアイテムなんですけど、ノーマル難易度ではこれが使えない。で、一応ハードモードにするんですけども、愛の瓶1個だけつけたところで仲間の召喚までに、自分の体力が間に合わなくて死ぬと。で、せっかく出した仲間は攻撃されるんですけども、仲間がですね、例えばヒーラーだったりとか、自称美人のお姉ちゃんがいるんですけど、そちらの方が出なければ、もう即退場ですかね、だったりとかして。で、もちろんその間に1をもう一回揃えて、死んだらすぐ仲間を出すっていう方法が取れればいいんですけど、そううまく1が3つ出なかったりっていうことで、なかなかに難しいですね。で、また最後に使うのがこの人造吸血鬼だったりとか、あとはこの今解放してない吸王の遺骨ですね。で、HP を2倍にして、なんとか耐久していく方法とかも考えられるんですけども、まあ、とにかく一つの装飾品ではそもそも戦いきれないんじゃないかなっていうような印象があります。で、その中で今回はアイテムのない普通の難易度でやっていきたいと思いますけど、果たして何回でクリアできるかな。これまでのジンクスでいくと、なんだかんだ言って、配信一発で終わるんですけど、ちょっと今回はやばそうですね。そもそも初手ネズミ引いた時点で終わってんですよ、これ。もう金作とか言ってる場合じゃないもん。
なのでやむなし。もうなんか純粋に昔の気持ちを思い出して、ただただ戦っていくしかないのかなって感じです。ほらもうそもそも1なんか1個も出てないでしょこれもう金策なんか知るかボゲ、さっさと仲間1匹手に入れるのが大事だっていうところからですねスタートしていきたいと思います。ただようやく、ここで初めてのチャンスですけども、金策ではないですね、金策も兼ねて自分のスキルを、あ間違った、絶対違うじゃん、絶対1からでしたよね。ちょっとここで耐久して全ての、準備を整えていきたいと思います。つってもあと2ステージでもう仲間は来るからいいんですけど、タンク役兼ヒーラーが来てくれればそれに越したことはないですからね。はい。で、一応このゲームですね、無料アップデートがいつか来ると思うんですけども、それがいつなのか私にはわかりません。でも6でもね、微妙だから、開けちゃってもいいのかな、これ。ああ微妙だよね、これね。で、ここでダンジョンマスターの出現とかミスると一気に削られちゃうから余計しんどくなるんですけど、ほらほらこういうことだよな、なかなかひでえ絵面だよな。いや耐久できないことはないんでしょうけど、いや一旦は 2-2 でも当てるかな。いや、あ倒しちゃってよかったか。いやでも違うな、倒しちゃうとこいつが次のターン爆発してきた時に対処できないから、であと1個1が来たらばまず仲、いやもう仲間いらん、ここで仲間はいらんけど、こんな感じですね。ガンブラーでも結局ここで仲間に HP が、じゃあ仲間にヘイトが集まんないといけないから、さっきのやっぱり UI の瓶でもあれば確かに間に合うんですけど、基本は、足んないかな。でもここで次のマス行かなきゃなんないから金策も追いつかないでしょ、これ。なんてこった。出し損だったパターンですかね。しかも倒せねえし。倒せない。まずい。振り直しはあるんだけど、ここ1投げてからでいいか。ちょっと、リセットして、よし。まあいいでしょう。はい。てかガンブラーさ、一回しか使えないようになってたよ、もしかして。あ、出た、姫様。姫様。ガンブラーよか、マシか。で、買い物マスで、これ全部欲しいやつだね。金策するか、倒す方に全振りするか。確約というか、的確スロットは、こっちで完成できるけど、これはまず確定だよね。これは、間違いなくシナジーのあるアイテムね。だって仲間がダメージ受ける仲間がいっぱいいるわけですからね。どうしよう。ここちょっと運命の分かれ道だな。そうだね。姫様が残るんだったら、鉄槌かな。微妙い。単純に微妙いね。で、2もないから確実に4点もらうわけだ。ちょっと一旦これ、残しでいきます。3は欲しいけど、そうではない。これ、耐久した取ってだよね。どうしよう、一旦待ってみるか。いや、これ6は残していいのか。ちょっと一旦待って、回復してもしゃあないからもう一旦待つか。はい、ここでちょっと全部の準備整えたいもんね。よしよし、どうしよう、残してみるか。3かな。悩ましいね。非常に頭抱えるよ、こいつ。こういう時に姫様いてくれてありがたいんだけど。どうしよう。
あーとね、1もねえし、悩む。優柔不断が生きてくるぞ、ここで。間違いなく倒さなきゃなんないのはここなんだよね。逆にこのターンだけこいつ残しといて、まあ、さっきほら、さっきではないか。どうだ、足し算ができないぞ。人間として終わってない。足し算ができない。11の13。これで13出すじゃん。で、44だ。まあ、これか。これが正解か。こうして、こうして、あ、そっか。あれ待ってる。さっき、金策じゃない。あ、鉄椎買ったんだ。俺、何やってんだ。鉄椎買ったんだった。バカじゃないの。で、終了して、終了というか、まあ、投げればいいか、こっち。マジ微妙いね。こうでしょ？まあ一応まあこっち仲間にヘイトが言ってくれる分には何も問題はないんですけど。よいしょ。で、1は残さないとダメか。いや、もういいや、投げちゃう、こっち。はい。3が来て、これでいつも倒せる準備はできたから、あと少し待ってみて、もう一旦行ってみましょうかね。どうしよう。3はないから。まあ、1はもう一個使わなきゃなんないから、こっちか。今だね。よいしょ。あ、ゆうかげさん、こんばんは、いらっしゃいませ。姫様のスキルを使えば稲が倒せそうですね。っていう、まあ、そうですね、倒せるんですけど、ちょっと今回今耐久させてもらってます。俺よくね、このゲームで耐久って言うんですけど、そのタイミングを見極めるのもこのゲームの楽しみかなっていうふうに思っております。で、あえて今、姫様で倒してないのは、まあ、ここの攻撃力1にして耐久するっていうところですね。まあ、今、ここじゃなくて稼げないんですよ。稼げるところを見つけてるって感じですね。もう、このキャラクターには散々苦しめられてて、どう戦うか毎回悩んでる感じだったので、まあ、今、ようやく活路が見出せてるって感じですね。はい。まあ、よかったらね、まあ、お時間許す限り見ていただければなって思います。はい。コインスロットも一応開けておきます。はい。で、一応こんで倒して、小袋で預け。まあこれ買っとこう。こっち小袋行くべきか行かないべきか、悩むべきか。まあ、3、買うか。いやー、なんだろうな。なんとも言え、マジ。結構ね、いろんなキャラクタークリアしてきた中で、この伝道師だけはマジでやばい。戦い方がわからん、ノーマル伝道師は、本当に。で、ここでね、そう、毎回そう、やられるのが、このイノシシとかの、そのヒーローにダメージ与える系の敵がマジで厄介で、とりあえずいけると思って、よく見たらもうこいつで積んでたみたいなこともさ、多々あるんですよ。だから耐久しすぎて、ダメと。でも耐久しないと今度仲間が出なかったりとかっていうことで結構しんどいかな。まあとりあえずこのターンはこれでしのいじゃっていいか。で、でとりあえずこうして3は、いや入れちゃおう。赤いの来なきゃ、なんか色付きが来なければなんとか。よし、まだいける。よしよしよし。で3と1を残してって感じかな。で、一応ハンマーついてるから1個増えるでしょ？あ、いいですね、6。で、2点だったらまだ耐えてもいいかな。はい。で、4と6、よし、いいですね。これでスロットが開けたので、5の、倒した、3で。はい。まあ、なんとか姫様の効果使わずに進めてますね。はい。サイコロ預け場所を増やすのは腐らないからいいと思います。そうですね、そう、腐らないんですよ。でもね、ちょっと3枚はちょっと金貨使いすぎなんですよね。どうしてもま、預けるのを第一に取るか、そのやっぱりこいつのシナジーのあるアイテムね、さっきみたいなその心の箱とか、その仲間にヘイトが向かうアイテムが来た時に、いざって時にお金がないのが一番きついんですよ。で、またこいつが、その、まあ、装飾品とかは使えないので、金策に走るわけにもいかず、ショップも安くならずっていうところで、本当に一番最初のね、一番苦しい思いをした最初のプレイを思い出しながらっていう感じなんですよ。で、しかもそれよりもっと苦しいっていうね。だからそれを考えると、なかなかどう動くかっていうのは難しく、考えるのが難しいですね。はい。で、一応これで鉄槌の効果で呼んで潰せる。で、こいつもね、なかなかめんどくせえからな。どうしよう。まあどっちでもいい
ちゃいいんだけど、ちゃんと倒せる方でね、奇数と偶数があるか、三角スロで、偶数の奇数、どっちも倒せるね、これね。どっちも倒せるから、綺麗な方残しておく。いや、綺麗な方残すとかわけわかんないこと言ってる場合じゃねえんだよ。まあ、そもそも的確がある時点で、的確から潰さなきゃダメなんで。はい、ね、ここでちょっと耐久します。さあ、毎度おなじみ、耐久のお時間でございます。しばらくお付き合いください。いやー、とりあえずは、まあ、なんとか軌道に乗ってきてるけど、こっから油断してすぐ死ぬパターンあるで。よいしょ。んで、これとこれ、かな。よいしょ。ほいほいほい、急げ急げ。どんどん進め。回復。いいね。とりあえず、回復できればそれに越したことはない。で、これでコインスロットも開けるから、次の買い物も追いつくと。で、あとは、回復願いで、あと1回待つか。で、回復狙いと31か。31が来てくれれば OK。で、いや、投げちゃって。で、同じのはいらないから、こっちでと。ですね。はい、OK。で、お買い物。来い。犬来い。犬来い。なんだで、これさっき買ったアイテムと効果、被るよね。あ、かぶるよね、そう。青色サイコロでだけシルバーが1枚獲得できる効果と、魔法の辞書の4がかぶるんじゃない？サイコロが出るたびに、出る確率、でも最初だけか。出なかったら一番終わりだもんね。で、リラは買っときます。これ結構強いんですよね。最初のステージの開始時に敵1体ランダムに沈黙できるっていう効果で、まあ、どっちもはいらないかん。いや、団長の思いでマントを購入する。なけなしの金でマントを買う男、それが伝道師。さあ、1体落ちましたね。4残しは確定で、ただ一番弱いのがこいつだから、先に潰しておきたい気持ちがあるので、ここで姫様の効果久々に出しておきましょう。的確スロット吸血鬼一発落として、これ何がこいつ吸血鬼なんだろうこれね。ミミズじゃん、ただこんなきしょいミミズっすわ、こんなの。で、5で、4残しは確定で、3は残したいから、ここを出しとくか。で、3で1回姫様のスロット開けておきましょう。で、1はいいや、このまま。もう電動車、いざって時にぶっ放しましょうね。で、5、4、3。で、4、じゃねえや、2と6か。2と6。4が2個来ちゃったか。あ、実況動画で知ってるけど、リラは強いです。リラ、そう、沈黙効果が意外にその使い勝手がいいのか悪いのか分かんないですけど、やっぱ一旦沈黙させるってやっぱ強いですよね。で、それまあ、ランダムだから何とも言えないんですけど、やっぱり、確実に一旦稼げるって考えはやっぱり強いらしいです。で、それちょっと、あれですけど、まあ、せっかくですから話し続けちゃいますけど、この仲間のとこにいる沈黙系のキャラクターだと、ここにいるね、めちゃくちゃ使いにくい患者とかもそうなんですけど、まあ、すべての敵を沈黙させるっていう、そのやっぱこれが結構弱いと思ったらね、その強いと。やってみるとわかるんですけどね。そう、だからそういった系は本当は取りたいっちゃ取りたいんですけどね。さあ、そんな話それちゃいましたけれども、どうしよう。とりあえず、まあ一旦いけるか。あんまり2だから残したくはないんじゃないんだけどね。やるしかないんだよ。お金がないんだよ。とにかく金がね。よし。で、3来たか。とりあえずこの4は吐くでしょ。で、3は2個残していいや。ここで姫様が2回撃てるって考えれば全然余裕かな。で、あ、なんだおめえ。なんだおめえ。ターン終了時に水属性。これはね、多分効果発揮しちゃうから確実になんか召喚されるんですよね。だから、あんまりよろしくはない効果。そしてなんか右が白くなってる。ので、ここは、66残しで、2埋めちゃっていい。で、3は1個投げていいかな。はい。あんまり良くない。ここでリラいいよって言ったんですけど、案外ダメだったパターン。知ってる。でね、こういう時は絶対全力ぶっ破していかなきゃなんないです。ここでハンマーがね、生きてきましたね。これで、こいつさ、ヒーローにダメージ与えるやつだよね。2はいいや、投げちゃって。で、3、倒せないんだったら別にいいや、これで。はぁ、やべ、長来ちゃった。まずい。長まで来るの予想外だった。2。
だとりあえずこれでまずナガ倒すしかないから、これとこれでナガ倒そう。で2点だったら耐久できる。よしよしよし。で打っちゃう。打ってもいいかな打ってもいいかな。サイよし、はい、あったあった。スキップと、はい。でさあちょっとだけ復帰できてきたかな。ただあんまり油断してると来るから、打てるときは打っとかないと。はい、でラスト一旦で、ほふれなそうだから、ちょっと俺なんで2残したのこれなんで2残したんだこれ。でここで来ちゃうけども、敬礼道も、よし、まだまだ、よしよしよし。で5打っちゃう。はい、よし、まず一呼吸、調子いいぞ、一発でいけるんじゃないか。さあ6コインまで来ました。あーピピョ、まあとりあえずこれ確定で、これ買うの確定。3でこれがね、1個前のステージのシルバードロップだから、割と召喚系の敵とは相性がいいんですよね。ただこれも欲しい、回復もしたい。欲に駆られてサメの歯を買うか、目先の欲にとらわれて光る食べ物を食うか、ここがここが俺の分かれ目だ。もしくはリロールして5コインでなんかいいの手に入れるかっていう、そのもう一つがあるんだけど、買い物マスがあとこっちにしかないんだよね。だからここ安い方買って、でまあ回復して終了だな。団長の思いパート2。あー幽霊来ちゃった。そして1確定が来たな。まずい、どうしよう。これもきついぞ。もう なんかさ、なんで仲間一人限定なんだろうね。伝道師の時仲間の制限なしにしてくれればいいのにさ、そこら辺が意地悪だよね。で6こっちで打っちゃっていいか。でこれで少ない方で、でどうしようかな。1来なかったのでかいから、これ3使っちゃって、いや投げちゃう、これも全部投げる。はい、で、あとは、ここの、倒した時の3個のプラスサイコロにかかってる。でもこれ3で倒すしかないから、もう3点ダメージは食らうの覚悟。で、6は回復に回す。で、5はこっちでいい。もういいよ、もう。2点ぐらいなら全然耐えるわ、俺。で、6。で、ちょっともったいないから、こっちに投げとこう。まあ、逆に倒しちゃってもいいんだけどね、これね、カラスね。そうするか。はい。いや、本当はサイコロ残して様子見てからってふうに思ったんですけど、そうも言ってる場合じゃないんでね。これちょっと金策無理かな。いや、それちょっと頑張ってみる。6。むずいね。6。1、2。で、次のターン、ダンマスクールでしょ。でももう買い物来ちゃうんだよ。買い物が来ちゃうんだよ。買い物行きたいんだよ、買い物に。耐えるしかねえんだよここは。で逆にこのサイコロプラスでなんかいいのが来てくれるのを願うか、5が来るのを耐久するか。いや、いけるはず。バカこのバカこのバカこの、はい、そういうね、荒技を使わざるを得なかったっす。でこれで回復、赤いの来い、よし、いいですね。でこれはちょっと姫様に使っとく。で66さ、これ33の代わりに使えるから、3残しでさ、まあ、いっか、これで。こうか。これで3にして、こうですね。で、2、2つ、6、1いらないから、まあ、これで終了。で、お買い物、まあ、調子良くなったっすね。これで、6コインでまたお買い物できる。で、仲間はもう全然いらない。さあ、来い。来い、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 来い。まあ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 、なくしたクーポン、まあ、なった。出た。はい。で、はい。何が起きたか俺もわかりませんけど、とりあえず買っておきます。まあ、ショップで安くなるのと、あとは、あれですね。ダンジョンマスターのターン数がプラス1になるので、耐久するときにはかなり役に立つんですけど、耐久できる敵じゃねえ。で、こいつは確定スロット。たまに見えないバグ。くっ。あったでしょし。で、ゴート、まあ、姫様いるから何でもいいから、とりあえずナガは倒す。でここさ、ちょっとバッパさんこの5点はちょっとでかすぎるから、まあ嫌だけど使うしかないよね。で
もうこれはもう投げましょう、死ぬよりはマシだということで投げちゃって、で4で次のターンから耐久開始ですね。3点か。あ、まあ姫様に食らった時が嫌だからな。こうして、よし、少し頑張れ。黄色いのが出てくれたら嬉しい。まあ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 、おやおや、まあまあ、はい、あー、今行くか、今の、今なのか、時に俺よ、それは今なのか、今やるべきことなのか、それは、いや、今やるべきだな、これは大事なことだ。あー、いいですね、待った甲斐があるってもんよ。ただよただよただよ、1がいっぱいなんだよ。546入れて、で奇数が1でいいでしょう。はい、さあ、もう一回黄色いのが来てるから多少変なの、うわー、くっそ、錬金術師はダメだこいつですね。何回か前の配信で教えていただきましたけど、召喚されるとき色付きのサイコロを振り出せないっていうとんでもないクソ野郎がいるんで、そうするとほふっときます。ほふほふしときましょう。ほふほふ、よし。で吸血鬼が仲間なんだけど、ダブルを使わにゃならんのよ。55ダブル奇数で3か、こうか、これでいけるかかな。こうで次のターンの邪悪なフェアリーにオレンジぶっ込んで耐久します。ほいほい、で2251で的確スロット埋めて終了。まあ、今ここで電動士に攻撃が来るんだったらそれはそれでありがたいかな。ただこのままでは間違いなくボス戦倒せないので、そこだけなんとかしてほしいですね。間違いなくボス倒せない、こんなんじゃ無理無理無理。アイテムがよっぽど良くなければ勝てるわけがない。でもう耐久する方法はいらないから、3残しの、まあ何でもいい、あと何でもいい、はい、2ばっかり。さあお買い物ですね。あと2回ぐらいあるかな、買い物ありそうだね。さあチーターノット来た、ありがてえ。サイコロプラス1、これ確定ですね。あと本当はデュエリストのマントとかでもよかったんですけど、まあデュエリストのマントより絶対チーターのノットですねチーターのノートじゃねえのかって感じなんだけどね。チーターノット、ソウルイーターノットみたいな言い方したけど、チーターのノット。的確すると1つ完成時、同じ数値の的確すると完成させる。まあこれもこれで強かったんだけどな。目先の欲に囚われたパターンあるな、これ。あ、これと姫様のシナジーはでかかったかもしれないね。やったね。あ、でも同じ数値だよね。そううまくいかんだろう。まあでもこれと、あれか、こっちも解放できるってことはあれってもしかして。あんまりそんなんだろうな、ちゃんとプレイしてるわけじゃないから、その完璧にどことどこの効果がシナジー張ってるかがよく分かってないんですよね。まあ、どういうことかっていうと、例えばさっきの、的確スロットを1つ完成させるとして6を完成させます。でそしたらばそれと同じ数値が完成するっていうと、例えばこっちの塗り壁が6だったらそれも完成するんですけど、そこじゃなくてなかったらこっちも開いたんじゃないかっていう話ですよね。そう考えると姫様かなりぶっ壊れですけどね多分そうなんでしょうね本当は。でもやっぱそうじゃない時のためにやっぱサイコロ1個増やしておくべきだと私は思います。さあ楽しく喋ってますけどね、こいつは一体何を言ってるんだって感じです。タイラントタイラントみたいな言い方したの。とりあえずもう確定で倒せないのが、ここの5が足んないから、これ姫様で潰すでしょ。で4で 5になるでしょ。 5だから4が2個で片方潰れるから、まあこれでいくか。よし、3は残したいんだけど1個あるからいいか。これで5を潰してここを潰す、で4の4でハンマー効果で倒す。3、1、4だから、これとこれでまあいいや。で次が的確がないから、タイラントどうしようかな。5、2必要でしょ。で赤いのは姫様へプレゼント for you。まあ、でも結構ここのさ、予備スロットも増やしてるから、サイコロが増えるのは結構ありがたいことっちゃありがたいことだよね。と思いたいんだけど、いかがお過ごしでしょうか。カット。ほ。ほっと。
いやー、とりあえずね、2人とも50点台は乗りたいんだよね、数字的に。数字というか、ライフ的な話ですけどね。ここ3でさ、受けちゃっていいんじゃないかっていうね。で、2は確保しといて、おー、いいですね。あんまり耐久すると3だとね、やられちゃいますからね。どうしようかな、もうこれ倒しちゃっていいか。はい、で、3残しの6、1いらないから、これで終了ですね。で、買い物マスが次に控えてます。うわぁ、うえぇ、よろしくないですな。特にこのデバウラーですね。ターン終了時攻撃力が倍になるっていうとんでもないクソ効果発揮してるから間違いなく倒さなきゃなんないんですけど、よりによって全員3点ダメージっていうね、何控えとんねんって感じです。で、しかも全員的確じゃないから、ちゃんと順当にね、置いていかなきゃなんない、これ。マジかよ、ふざけんなよ、この敵。なんなんだよ。文句も出るぜ、こんなの。で、ほんとここでリラはよくやってくれてんな。リラの効果が生きてる。で、3、4だから、まあ、これ、どうだろう。もったいないけど、しゃあない。確かに。で、倒せるやつは順調に倒しておきたいかな。はい。なんとか、いい感じに削りましたね。よしよし、回復も来たら、4。もう何も考えずに撃つしかねえ。で、なんならさ、姫様でさ、もう開けていくしかないよね。逆にね。逆に、なんで俺2を2で開けたのよ。バカか。バカがいたぞ。で、撃てるやつは全部どんどん撃っておく。まあ、ただ、あれが来るのが遅いからね。その、ダンジョンマスター来るの遅いから、そこだけはまだいい感じっすよね。で、まあ、何でもいいや、とりあえず投げられりゃ全部投げちゃう。で、2もいらないから3はここで使うと。はい。ちょっと雑にプレイしちゃって申し訳ないですね。オレンジ2個は残す。で、3でここの6開けて、で、左はようやく解放終了でしょ。で、あ、もうねえや。いや、まあいけるだろう。大丈夫大丈夫、倒せる。ダンジョンマスター来るけども、まあ大丈夫。はい、これ次のターン倒せますね。ただ色付きがもう一個来てくれればよかったなっていうのが感想なんですけどね。乾燥した感想なんですけど、まあ何でもいいかな。で、何が来る。ありがてえ。なんか一個、これ絶対罠一個いるもん。何、4の下4。余計なお世話じゃん。で、これで50両方乗ったので少し安心で、お買い物いいの。来い、7コインでなんかいいだろう。あ、さっき来たね。これね、さっき来たの。でもこれなんだよ。ステージ開始時敵一人ランダムにほふるやつね。もうこれしかない。で、こっちなんだっけ。無色なサイコロがランダムの色に変わる。ステージ開始時で1回しか活動しないから、これは最後のお買い物を取っておきましょう。2コインね。よし、ここまで来た。調子いいぞ。調子いいってびっくりするぐらいです。さあ来ました、患者ですね。さっき言った沈黙させるっていう効果を持ってるんですけど、今回はボスが何か分かり、で、今回もですけどね、ボスが分かんないので、間違いなく攻撃系のスキルが持ってないと詰むとは思っております。まあ、ただ、なんかね、結構ボス系の敵って的確よりは合計スロットが多いので、ちょっと姫様だと役不足だなっていう風に最近ちょっと思ってます。あー、出たー、デビルマン。しかもなんか一人ほふった。これ消滅時にファイアーボールで召喚されるのマジで厄介。ほんとやめてほしい。ただ、ただただ、ただただ、ただ、どうしたもんか。まあ、一体は倒せるね。ファイアーボールはダブル必要なんだよ、とりあえず。なので、それが嫌だ、マジで。で、しかももう一体いるんでしょ、これデビル。ふざけんなよ。どんだけデビルマン出てくんだよ、こんなの。サイドチェストしそうな感じのね。さあ来ました。まあ22ダブルでいいか。ただこれ2回やんなきゃなんないでしょ。厄介、非常に厄介。しかも3なんだ、3って、まあ、とりあえず一旦なんとかダメージ食わずに終わりました。11の、4で準備整えつつここの右スロット開けていいか。でダブル用に4、2個の欲しいの3は普通にまだ開けちゃっていいかな。考えろ、頭を休めたら終わりだぞ。終わりやで。
で3がないけど5と2と6あと2はあるでラスト1 3が2個来てくれるといい。倒すか倒さないかどっちなんだい。倒さない。はい。で4でこれで6もったいないんだよね。ここさ、これ開けちゃっていいや。で1倒してもうここでもう勝負しちゃっていい。で、こうして、こうして、こうして、こうですね。OK。ちょっと姫様はもったいないけど、しゃあない。諦めよう。きたー、実験生命体。あ、一体なんか死んだわ。で、これ何？これあの、ハゲ野郎か。違う。沼の怪物だった。で、3、4、5。まあ、これは姫様がいるから倒せるけど、実験、非実験体7号ってなんかすごいかわいそうだよね。なんか実験されたくないのにみたいなさ、そんな感じでしょこいつ。うん、それか笑ってる場合じゃないんだよね。結構やばい状態ではある。まあ、4あるでしょ。で3ないからこれは絶対倒せないじゃん。で6でいや逆か。逆というのはいや待って、いやこれでさ倒せるんだったら別に倒してもいいのよ。3になるでしょ。3、4、5、6、7ってここをさこうして次のターンに備えてっていいか。これでいこう。ほい。もったいないけどそんなこと言ってる場合じゃないんだよね。よいしょ。今から見た人はなんでこんな算数できないんだと思われそうなんですけどね。1点プラスって覚えていていただければ全然助かりますね。あれ？なんかもう起きてない。あ、大丈夫だ。寝てるよね。で、これで OK ですね。仲間優先的に攻撃するから、これで伝道師の HP 回復するっていう風にするのもありだな。ただ、来なかったので。そう、何が言いたいかというと、今アイテムで、もう一回おさらいがてらなんですけど、仲間が攻撃されるとダメ、仲間が攻撃されると HP が回復するっていうのを持ってんすよね。持ってたよね。持ってるよね。そう、1回ダメージ1点食らうと俺が3点回復するから、ここでちょっと姫様耐久してもらう、姫様にガチ耐久してもらうのが正解かな。うん、そうしましょう。こんなに美味しい敵めったにないですからね。仲間を優先的に攻撃するやつが1になったっていうね。1っていうかそのなんだ、あ、攻撃力1になったのがね。さーてさて、よいしょ。でこれで6打って1の3でもうちょっと頑張って、あと3ターンぐらい。うわぁ、素晴らしい。これ激アツ大王だな、これね。素晴らしい。うんで、ただ、素晴らしいんですが、私に1点いただけますかというところで、もう1ターン待つか待たないか、今私の心が揺れている。揺れたところで、回復。よし、これで、次、ラストお買い物行くんですけど、姫様の、準備もできてる。で、HP も79まで回復した。で、攻撃力を減らすのもなんか知んないけど、めちゃくちゃ4つ来たので、勝てるんじゃないか。これマジでシナジー、あれだな、ジンクスあるぞ。配信すると一発でクリアできるっていう謎のジンクス。俺の今までの回数返せってぐらいなんですけどね。さあ、いいのこい。頼む。素晴らしい。敵からシルバーでドロップしないけどサイコロプラス2になるよって最強効果じゃないですか。これ最終ボスだからシルバー関係ねって。で、これね、こっちか。なんだ。次のターンにすると、いや、ここ、運命のダイスロール。なんで今日こんなテンション高いんだろうか。なあ、チーターだ、乗っときたー。ありがたい。はい、ごちそうさまです。チーターの乗っと2冊目。これマジやばいね。配信残しててよかったわ。めちゃくちゃいい動画になってる。これ動画っていうか、いい回になってる、これ。むしろ配信じゃなくて、ちゃんと動画に残したかったから、後でアーカイブ残しておくべきかな。はい。で、行きましょう。とりあえず今現状をおさらいしておきますが、水晶の歯でプラス、サイコロがプラス2。で、バカモノトラップは効かないな。で、チーターのノットでサイコロのプラス2。で、これで4個プラスされてます。もうこれだけでチートです。
でその後に、まあ、ここも効果ない効果ない、いやこれ強かったな、なくしたクーポンな、でもうこれも終わってる。でマントはなんとか1回無効で、リラがまあ多分効かない。で預け先も1個プラスになってるから、でしかも鉄椎とこれ勝てる、絶対勝てる、間違いなく勝てる、もう 100% 勝てます。行ってきます。ほらもう勝ち確じゃないですか、これ一番雑魚ですよ。なんで配信の時だけいつもこいつ出てくんだよお前。なんでいつも俺が動画撮影するとなんかヒドラとかわけわかんねえの出てくんのにさ。そんなのってある？そんなに、何その、うん、俺に動画撮影させたくないのかな、このゲームは。もう、まあいいけどさ。使うこともない。逆に言えば使わなくていいもん、これ。使わなくたって変わってるよね。ちょっと生きてますけどね。そんなに生きて大丈夫かって思われるんですけど、大丈夫なんですよ。そんぐらい余裕の敵ですからね。さあ、第2段階、形を変えるものですね。なぜか服が破けていきます。こいつだけ性別不詳なんですけど、男でいいんですよね。なんか、男じゃなかったら最終進化でなんか緑い肌を露出するってただの変態野郎なんですけどね。さあて、使っちゃいましょう。さあ、来いよ、ボス1点だろ。余裕だよ、お前。1点ごときで なんで俺に挑んできたんだ、こいつは。さあ最終段階、服が破けた形を変えるもの、なぜか三つ編みになるというね、やっぱり女なのではないかな。とんでもない顔してますけどね。さーて、いやマジあるな、配信するとなんか嫌なキャラクターもクリアできるっていう謎のジンクス、マジで出来上がってます。だって配信時間48分でもう終わりそうなんですよ。終わっちゃったー。はい、っていう感じでね、一応アイテムの説明は全部終わりましたので説明を省きますが、わこれよくわかんねえんだよな。妖精の飾り物、装飾品のレア度がプラス1になるっていうことで、これが何になるのかよくわかってないんですけど、めちゃくちゃグロいんですよね。妖精の飾り物か、グロすぎるよこれ。妖精なんだから羽飾ってくれよ。まあ、羽も羽でグロいんですけどね。はい、っていう感じでね、いやーよかった、配信しといてよかった。